コモンズ、地域における支援のネットワーク作り。次に千葉県千葉市で活動しているコモンズです。コモンズは地域におけるすべての家庭につながる支援を目指して平成20年に活動をスタートし、子育てサポーター、臨床心理士、保育士、民生委員など8名で活動しています。コモンズでは地域のネットワーク作りの活動などを通して支援の輪を広げ、地域全体で子育てを支援する体制作りを行っています。地域にいろいろな方々が子育てをしていて、またいろいろな方々がそれに関わっている、その中でもっとこうつながりを作っていきたいと思って、そのコーディネート役をチームの役割というふうに考えています。地域で家庭教育支援につながる活動を行っている関係者や団体を集め、ネットワーク作りを目的に開催しているのが地域家庭教育フォーラムです。情報交換を行うとともに、家庭教育に関する地域特有の課題について考え、話し合いを行っています。普段ちょっと気づいてなかった、なんかハッとするようなことを伺って、もうとても皆さんが突発的にこういう活動してらっしゃるってことで、すごく刺激になりました。また相談活動にも力を入れています。はい、相談活動として井戸端会議という形で、いろんなお母さんたちがいろんな価値観を知る、人の話を聞く、でお互いに悩んでることを共有しながら子育てをしていくという時間を持つことが井戸端会議の中で持たれています。それから個々にそれでもまだ不安があるということであれば、個別に会ってコモンズカフェという時間で1時間専門職がお話を聞く、ただその先のもし重いものがあった場合はきちんと専門機関につなぐ、そういう取り組みもしています。その他にも入学時検診や中学校の入学説明会の際に子育て親育ち講座を実施し、保護者に対して学習機会の提供をしたり、広報誌やブログを通して情報発信を行っています。何回か参加した方の中からですね、こういうサロン事業を自分たちで自主的に立ち上げてやっていきたいっていう動きがかなり多いものですから、コラボでですね、こういった家庭教育支援、公民館としても力を入れていきたいと思ってます。やはり家庭教育の支援と申しますのは、行政だけではできない、成し遂げられないものですので、この臨床心理士さんとかですね、そういう専門家で構成されているコモンズというのは本当に心強い、味方といいますか、非常に助かっています。